あの瞬間見なかったの？とあなたは言われた経験はないですか？もしその時にしか見られない瞬間だとしたら、悔やんでも悔やみきれないですよね。これはスポーツでも同じことです。今回はそんな見逃せない、必ず見なくてはならなかったと言える瞬間を集めてみました。この動画を見た後、あなたの満足感はきっと満たされるはずです。 WNBA のケルシー・プラム選手が試合に来てくれた観客に小さなお土産をプレゼントしました。彼女はそのお土産を手にすると、コートから力いっぱい観客席に向かって投げたのですが、その距離ははるかに遠く、なんと2階席の観客の後ろまで届いたのです。素晴らしい肩の力を見せつけてくれたケルシー選手。これにはさすが WNBA の選手としか言いようがありませんでしたね。アルティメットの試合で選手たちがフライングディスクを追う中、一人の選手は見事にノールックパスを成功させます。これが偶然だと思った方も多いのでは？しかし違う場面でまたこの選手はノールックパスを成功させるのです。一体どうやって成功させているのかはわかりませんが、まるで横や後ろにも目がついているかのように正確なパスを出します。これであなたは偶然だと思うでしょうか？少年が一人でバスケットの練習をしています。ゴールを狙っていた時に偶然ワゴン車に乗った高校のバンドが通りかかりました。少年の投げたボールが見事にゴールに入ると、バンドは大きな声援を上げて盛大にお祝いをしてくれたのです。最後には音楽まで奏でてくれました。一人で寂しかった少年もこれにはとても勇気づけられたのではないでしょうか。プロ野球選手のダンズビー・スワンソン選手が優勝パレードのためにトラックに乗って集まった観客に手を振っていたところ、どこからか缶ビールが投げられてきました。とっさにスワンソン選手はその缶ビールをキャッチして、みんなはさすが野球選手だと称賛したのですが、考えてみれば缶ビールを投げつけるのはとても危険な行為です。スワンソン選手がキャッチしてくれたのが救いとなりました。クリス・バーネット選手といえば、格闘技界では巨漢のファイターとして有名ですが、UFC の大会でも1回転して派手なパフォーマンスなどを見せています。対戦相手としては、そんなクリス選手を倒したい一心だとは思われましたが、クリスの120キロの体が織りなす身軽な動きにはかなわず、スピンキックがヒットした後は、クリスの一方的な攻撃となりました。サッカーの試合でゴール前でのボールの取り合いの中、一人の選手が味方のパスをつないでもう一人にパスをすると、確実にゴールを狙うには無理な体勢だったのにもかかわらず、見事その選手はゴールを決めたのです。よく見てみてください。この選手は飛んできたボールをなんとかかとで蹴ってゴールを決めました。解説ではサソリキックと呼んでいましたが、まるで漫画のような技ですね。スポーツの試合中、コメンテーター2人が話をしている間にカメラが観客を映していたところ、ふと女性の観客を見つけてズームし始めました。その女性があまりに美しかったため、コメンテーターが驚いて思わず歌を歌い始めてしまいます。驚いて浮かれてしまったコメンテーターも呆れてしまいますが、彼女を見つけてズームしたカメラマンにも責任はありますよね。野球場で選手がファールボールを打ったところ、観客席まで飛んでいきました。ボールの行方を追ってみると、ボールを見事キャッチした男性がいます。しかし男性の腕の中には小さな女の子が。どうやらこの男性はちょうど自分のところに飛んできたファールボールを子供を抱いたまま片手でキャッチしたのです。これは偶然とはいえ見事なキャッチでした。ボーリングの大会で男性がスペアを取ろうと左右に1本ずつ残ったピンを狙います。しかしこの位置のピンを両方倒すには無理があるのでは？と誰もが思っていました。男性がボールを投げたところ、右側のピンが倒れて、その倒れたピンが左側のピンに当たって倒れるという奇跡的なことが起こったのです。結果男性は無事にスペアが取れました。東京オリンピックで行われたビーチバレーの試合で、左右両方のチームが粘り強くラリーを続ける攻防戦となっていました。左コートの選手はボールを拾いに相手コートまで追いかけて返して、また自分のコートに戻ってボールを返したりと、かなりの体力を奪われます。しかし最終的に点を決めたのは左コートのチームでした。選手の粘り強さが成した結果ですね。
クリケットの国内リーグの試合中、ボールが行き交う場面でどこからか迷い込んできた犬は、選手が投げたボールを加えると楽しそうに思い切り走り回り始めました。球場のような広い場所は犬にとってはとても楽しい場所なのでしょう。選手が犬を追いかけますが、追いつけずに捕まりません。しかし犬は最後にはキャッチャーの元にたどり着くと、ちゃんとボールを渡してくれました。賢い犬だったようですね。観客席の中で他の場所よりも数倍盛り上がっている場所がありました。そこでは男性が赤ちゃんを高く掲げていて、赤ちゃんはミルクを飲んでいます。その様子を周りの大人たちが盛り上げ、赤ちゃんがミルクを飲み干すまで全員で応援しているのです。オーロラビジョンにその様子が映るとさらに盛り上がり、ミルクを飲み干した赤ちゃんを MVP だとお祝いしました。試合よりも盛り上がったかもしれませんね。野球の試合中、ファールボールが観客席に飛んでいくと、そのボールを見事にキャッチした男性がいました。しかしよく見てみると、その男性の洋服はナチョスソースだらけです。ボールがナチョスに直撃したのか、ナチョスが犠牲になったボールをキャッチしたのですね。雨の中のサッカーの試合で、ゴールを決めた選手が喜びのあまり、びしょ濡れになっている芝の上にスライディングをして、泳ぐ真似までしていたところ、他の選手たちも次々と同じ芝の上にスライディングします。雨の試合というのは鬱陶しいものですが、こんな風に喜びを表現できるのかと思えば悪くないのかもしれません。格闘技の記者会見で対戦する二人は間近に立つと、近距離でじっと睨み合います。そのままどうなることかと思っていると、片方の選手は我慢できずに笑い出してしまいました。すると、もう一人の選手も笑い出します。二人は笑顔で握手をすると、カメラに向かってそれぞれファイティングポーズを決めました。格闘技の記者会見では、こんな風にお互い笑顔になることは珍しいかもしれません。国際テニス連盟の最年長、97歳の選手がナダル選手と対戦しました。とても上品なラリーを続けて、そのボールはしっかりとした力強さもあります。お互いにとってとても記念に残る良い試合だったでしょう。格闘技の試合に出る女性選手の計量の際に、選手が急に意識を失ってしまうトラブルがありました。すぐに体勢を立て直そうとしますが、全身にうまく力が入らず、じっと立ち続けることができません。結局、この選手は、このことが原因として、試合は中断する結果となりました。試合に出るための減量ですが、こんな風に無理がたたってしまうことは珍しいことではないのです。オリンピックでの飛び込みの選手は、タイミングと技のバランスがうまく取れずに、失敗を2度も重ねてしまいました。これを見ると、いかに飛び込みはそのタイミングが難しい競技なのかがわかります。選手にとっては悔いの残る結果となってしまいました。バドミントンのラリーというのは素早さを求められます。シャトルをどんな場所に落とされても拾いに行かなくてはならない機敏さが必要なのです。この試合では決してラケットが届かないと思われた場所に落ちたシャトルを選手がとてつもない開脚で拾う素晴らしい瞬間がありました。機敏さと柔軟性の両方がなければ決してできないプレイだったでしょう。子供の体操の発表会で一人の女の子がステージに立って演技を披露しています。前転はうまくできましたが、後転がどうしてもうまくできません。見かねたコーチが手助けしてあげると、なんとか後転することができました。その後はいつも通りの可愛らしいポーズをとって無事に発表を終えたのです。女の子は終わった後はすぐにコーチの元に駆けつけて嬉しそうにしていたようでした。バイクレースにて走っていたところ、隣のバイクにわざとぶつけられて転倒してしまったバイクがありました。そのバイクに乗っていた男性はよほど頭に来たのか、その場で帰ってくるぶつけたバイクを待ちます。そのバイクが帰ってきた時、男性は手に持ったゴミ袋でバイクを叩き、バランスを崩したバイクは転倒しました。この後、この二人の仲はどうなったんでしょうか。あなたはどちらが悪いと思いますか。野球の試合中、なぜか急に審判が球場のみんなに退避命令を指示しました。わけがわからず退避する選手たちや審判たちでしたが、その3分後に土砂降りの雨が降り出したのです。この審判はなぜ土砂降りの雨が降ることがわかったのでしょうか。こんな危険なことも起こります。どんな時でも安全第一ですね。陸上100メートルハードル走でスタート直後にいきなりハードルに足を引っ掛けて転んでしまう選手がいました。その転び方もかなり激しく、ハードルと一緒に一回転してしまいます。見ているだけでも痛々しい場面でしたが、それでも選手はその後ちゃんとゴールを目指して諦めず走り出しました。これが正真正銘のスポーツマンシップです。
サッカーの試合で見事にゴールを決めた選手に同じチームの選手が抱きつこうとしたところ、するりと両手をうまくすり抜けられて違う選手に抱きついてしまいました。これはわざとすり抜けたのでしょうか？それとも偶然でしょうか？どちらにしてもゴールが決まった喜びはその後ちゃんと確かめ合えたようです。偶然カメラが捉えた珍しい瞬間でした。格闘技の試合での入場シーン、選手が花道で軽くパンチとキックを繰り出すパフォーマンスをし始めたところ、なんと靴が片方を脱げてしまうハプニングが起こりました。慌てて靴を履き直す選手でしたが、このハプニングはなんとも恥ずかしいものだったと思います。この出来事が試合に悪い影響を与えていなければいいのですが、プロレスの試合の入場シーンで走ってリングに飛び込んでいくはずが、リングの手前で転んでしまい、そのままリング下に入ってしまったレスラーがいます。試合に対する熱い思いが先走ってしまったのでしょうか。慌ててリングに上がりましたが、これはごまかしようがなく恥ずかしかったと思います。この日の試合の出来はいまいちだったかもしれませんね。スポーツ観戦中の男性がコーラを飲もうと手にしていますが、この後まさかの事態に陥ります。競技で盛り上がる周りをよそに、男性が蓋を開けたコーラが吹き出し始めてしまい、男性も隣の観客もコーラまみれになってしまいました。思わず男性にポップコーンを投げつける隣の観客の気持ちもよくわかります。炭酸飲料を開けるときは特に気をつけましょう。テニスの試合会場でコートに出ようとする選手とボールガールがぶつかってしまいました。その時選手はわざと大げさに倒れ込み、コートで大の字になり伸びたふりをしてほんの少し会場の笑いを誘いました。初めは焦っていたボールガールも苦笑いです。選手が気を利かせたテニスコートでのちょっとした休憩時間でした。サッカーの大会の開会式で一風変わった挨拶がありました。挨拶をするのが人間だけとは限りません。みんなの前に立っていたのは、なんと一匹の大きなクマです。二本足で立ち上がって何か言いたそうに両手を合わせて上下に振っています。もしかしたらこれはクマなりの挨拶なのかもしれません。きっとこの大会はいい大会となったことでしょう。盛り上がる観客席にセクシーな格好をした女性がやってきました。女性が観客と一緒にカメラに映ろうとしたその時に、なんとそのセクシーな女性の胸元を小さな男の子が手を伸ばしておさわりしてきました。女性も子供に向かって怒るわけにもいかず、笑うしかありません。男の子はとても嬉しそうです。なんとも微笑ましい場面でした。サッカーのフリーキックでシュートを狙ったボールはキーパーに弾かれ防がれてしまいました。喜んでゴールを離れるキーパーでしたが、少し早まってしまったようです。弾かれたボールをよく見てみると、回転しながらゴール前まで転がっていきます。そして信じられないことに、そのままゴールの中へと入ってしまったのです。シュートした選手は大喜びです。キーパーは悔やんでも悔やみきれなかったことでしょう。サッカーのロナウド選手はそこにいるはずのファンたちに手を差し伸べていました。パンデミックの影響はこんなところにまで及んでいます。実際にはここに駆けつけたかったファンはたくさんいたのです。ロナウド選手にとっては駆けつけることのできなかったファンたちもまた大切な存在だということでしょう。バスケットの選手たちが観客席に挨拶に回っていると、一人の選手が赤ちゃんを抱き上げました。赤ちゃんは初めはキョトンとしていましたが、その後は満面の笑みを浮かべます。それを見ていた周りの観客たちからも笑顔が溢れました。もちろんこのことは赤ちゃんの記憶には残りません。しかし、いつまでもこの子の両親が語り続けてくれるのでしょう。総合格闘技の試合で片方の選手はリングに座り込み相手を挑発しました。するとそれに対して今度は相手の選手がお尻を見せつけて挑発します。二人とも相手を挑発した結果、果たしてどちらがこの勝負に勝ったと思いますか？挑発勝負では引き分けといったところでしょう。長身のバスケットの選手がコートでリズムに乗り突然踊り出しました。その大きな体から出されるアクロバットのダンスはなかなかのもので、スピンをする姿は意外にも素人らしからぬ動きです。チームメイトたちもこれには大喜びで盛り上がります。さすがプロのスポーツ選手ですね。UFC の会見で選手が小さい子供たちと睨み合いのパフォーマンスを行いました。順番に子供たちが登場すると、選手は顔を目の前まで近づけてからファイティングポーズをとって、本物の試合前の会見のように子供たちに迫ります。子供たちも選手に負けじと目をそらさずにファイティングポーズで立ち向かいました。可愛いながらも子供たちの負けん気がわかる会見でした。子供たちにとってもきっと忘れられない思い出となるでしょう。テニスの選手がラリーをするために使うラケットがもしも巨大だったとしたら一体どうなるでしょうか。
実際に通常のものよりもかなり大きなラケットで試してもらいました。その結果、ラケットが巨大でも選手は上手にラリーができることが分かったのですが、その光景はなんだか違和感を感じます。まるでラケットだけ合成されているかのように見えませんか？サッカーの試合中、グラウンドになんと猫が乱入しました。選手がそっと近づいて捕まえようとしますが、猫はすぐに逃げて全速力でグラウンドを駆け抜けていきます。一体どこからこの猫が入ってきたのかはわかりませんが、この猫を捕まえるために長い時間試合が中断してしまいました。たった一匹の猫でもこれだけの大きな試合を中断する力があるのだから驚きますね。総合格闘技の試合中、相手の選手に固くホールドされている彼は正面のカメラに気づくと一瞬変顔をしました。ホールド中でも変顔をする余裕があるというアピールなのでしょうか。それを見た人たちには彼の勝利を確信した瞬間になったようです。バスケットの試合が終わった後の勝利インタビュー中にチームメイトが割り込んできてカメラに向かって変顔をしていきます。インタビューされていた彼もインタビュアーも笑いが止まらなくなり、もうインタビューどころではありません。それにしてもこのチームメイトの変顔は何とも言えない親しみやすさを感じると思いませんか？とても愛嬌のある変顔です。この高跳びの選手をご覧ください。なんという美しさでしょうか。競技は失敗に終わりましたが、その宙を舞う美しさは誰もが目を奪われた瞬間でした。スポーツに美しさを兼ね備えるとこんな風になるのです。総合格闘技の試合で片方の選手が余裕を感じたのか、相手の選手をおちょくった態度で挑発し続けます。一体この試合はどうなるのかと観客もハラハラしていました。するとおちょくった直後の選手が相手の選手の一撃でダウンし、そのまま KO となってしまったのです。あれだけ挑発していた手前、なんとも恥ずかしい結果となりました。おそらく多くの観客はこの結果に胸をすっきりとさせたことでしょう。バスケットのロングシュートは一般人にとってはとても難易度が高いものです。しかしこの彼はとても遠い距離からのロングシュートを奇跡的に一発で決めました。これにはプロのバスケット選手たちも大盛り上がりです。これが偶然だとしても間違いなくボールはゴールに入ったのですから、やはり奇跡的ですね。総合格闘技の試合で逃げ続ける選手を追い続ける選手がいます。逃げ続ける選手はもう戦意喪失しているのではと誰もが思った次の瞬間、あっという間に追いかける選手の足を取り、足首をがっちりと固めたのです。逃げ続ける最中にも彼はずっと相手の隙を狙っていたのでしょう。いつどこで攻撃されるかはわからない。どんな時でも油断は禁物なのです。テニスの試合でラリーが続いていたところ、手前の選手がボールを打ち返したかと思うと、そのまま勢いでネットまで突っ込んでいってしまい、最終的には彼はネットに乗っかって逆さまになってしまいました。相手の選手が手を貸して、彼は笑顔で体勢を立て直します。肝心のボールの行方は手を貸してくれた選手が打ち返して手前のコートに入って終わりました。試合中、ジェコビッチ選手は審判に対して猛烈な抗議をしています。雨によってコートが湿っていたことを審判に訴えたのに聞いてもらえなかったと怒っているのです。審判はそれは聞いていないと言いますが、ジェコビッチ選手は間違いなく3回も訴えたと言って意見がすれ違っています。大切な試合では些細なことが大きな問題になることが多いのです。息の詰まる試合の中、ラリーが続いたかと思うと突然選手がボールを追うのをやめてしまいました。何が起きたのかというと、彼の足元をよく見てください。なんと靴底だけが剥がれてしまい、歩けなくなってしまったのです。これでは試合を続けることは無理ですね。靴をしっかり取り替えてからまた試合を続行したとのことです。ニック・キリオス選手のサーブ、これを見てあなたは何を思い出しますか？この試合でキリオス選手はサーブを失敗して何かを叫ぶと、観客は笑い声で包まれていました。キリオス選手のサーブといえば、アンダーサーブが問題となってテニス界を揺るがしたことが思い出されますが、この時は真面目なサーブの真面目なミスだったようです。試合の休憩中、突然スプリンクラーが故障して水が止まらなくなりました。休憩していた選手めがけて勢いのついた水が放水されて、選手2人は慌てて荷物を持って逃げます。故障なので仕方ないとはいえ、ずぶ濡れになってしまった選手としては勘弁してほしいところだったでしょう。ロジャー・フェデラー選手の放ったボールトスが
観客席に向かって飛んで観客に命中してしまいました。ロジャー選手は観客に気づいていない様子ですが、これはうっかりぶつかってしまったのか、それとも故意にぶつけたのでしょうか。ボールの勢いは見る限り強い方だったので、故意だとしたら問題ですね。真相はどちらだと思いますか？試合中はとても珍しいことも起きます。打ち合っていたボールがたまたま飛んできた鳥に命中して、鳥はそのまま死んでコートに落ちてしまいました。選手は手を合わせて供養のパフォーマンスをしますが、これは鳥にとっては運が悪いとしか言いようがないアクシデントです。テニスは品位を重んじるスポーツです。コート上でシャツを脱いで肌をあらわにしたエリーゼ・コーネット選手は審判にペナルティを告げられました。本人は納得いかないようでしたが、これはルール上仕方ありません。彼女はこのルールを知らなかったのでしょうか。ラリーが続き、スマッシュのチャンスが来ました。思い切りスマッシュを打ったはずが、力みすぎたのか、とんでもない方向に打ってしまい、失敗に終わります。そんなパートナーのスマッシュの後にサーブを打とうとする選手ですが、そのミスが彼女のツボに入ってしまったのか、どうしても笑いがこみ上げてきて、サーブが打てなくなってしまいました。真剣な場面ほど、笑いが止まらないことってありますよね。女性選手がインタビューに答えています。彼女は冗談で、私にキスをしてくれる男性はいるかと言ったところ、客席から何人もの男性がコートに降り、彼女の元に一目散に走ってきました。選手を守るスタッフと男性たちを抑えるスタッフたちも出てきて、会場はもみくちゃになってしまいます。ファンを煽るとこんなことにもなりうるので気をつけなくてはなりません。試合中に一匹の虫が紛れ込んできました。なかなか気になる大きさだったのもあり、選手はラケットで慎重にその虫をコートの外に追い払います。しかしその後、ボールボーイはその虫をいとも簡単に踏んづけて殺してしまったのです。これには選手も複雑な心境になります。ボールボーイは何が悪かったのかわからないという表情でしたが、これは優しさの個人差でしょうか。試合中に1羽の鳩がコートに入り込んで、試合は一時中断となりました。選手は鳩を追い払おうとしましたが、鳩は意外にもこのコートを気に入ったのか、どうしても外に出ようとしません。この鳩の粘り強さには、選手も疲弊してしまっていました。招かれざる客に振り回された選手たちです。ジョン・マッケンロー選手は試合中に、ボールが跳ね返らないデッドスポットがあることを自分のコートに発見しました。そこにボールを落としてみても、見事にボールは跳ね返らずに落ちたままになってしまいます。こんなことがあるのかと驚くのと同時に、このデッドスポットを見つけたマッケンロー選手もすごいと思いませんか？ステフィー・グラフ選手は試合でサーブを打つときに、観客から私と結婚してくれと声援を受けます。すると彼女は、お金はいくら持っているの？と聞き返しました。これに観客たちからは大笑いが起こります。試合中にこんな答えを返せるグラフ選手は、やはり一流プロテニスプレイヤーだということでしょうか。ラファエル・ナダル選手は真剣に試合に集中している時に、あなたと結婚したいと声援を受けました。するとこれにはナダル選手も思わず笑ってしまい、それまでの張り詰めた空気が一変します。これが良かったのか悪かったのか気になるところです。キャロライン・ウォズニアッキ選手は試合中にあまりの疲労と緊張で足をつってしまい、その後全身に痛みが走り、その場に倒れると全身に痙攣を起こしてしまいました。これはとても危険な痙攣だったと解説の男性は言います。しばらくして痙攣が収まり、立ち上がれるようにはなったものの、その痛みは尋常ではなかったでしょう。ジョコビッチ選手がサーブを打ったところ、誤って違う方向にボールが飛んでしまい、審判の下に待機していたボールガールに命中してしまいました。ボールガールは笑顔で対処しましたが、すぐにジョコビッチ選手は彼女の元に行き、誤ってハグをします。そして彼女はとても可愛らしかったのですが、それは全くの偶然でしょう。なぜかお互いのチームの男性選手同士だけでラリーが続きます。女性選手たちはこれを見ていて、出番がないとその場に座り込んでしまいました。男性選手たちはそれでもずっとラリーを続けています。これは一体いつまで続くのでしょうか。女性選手たちが飽きて帰ってしまう前に試合が始まるといいのですが、ジョコビッチ選手がコートに立つと何やら誰かの真似を始めました。これはおそらくシャラポワ選手の真似をしているらしく、観客からも思わず笑い声が聞こえてきます。
最後にサーブを打つシャラポワの真似をしてジョコビッチはモノマネをやめました。しかしこのモノマネには悪意があるように思えませんか？キム・クリッシュ選手は観客の中から一人の男性を選びました。その男性に白いテニス用のスカートを履かせるとラケットを持たせて軽くテニスを楽しみます。その後全員で写真を撮影しましたが、これはキム選手にとっても男性にとってもとても楽しいイベントになったのではないでしょうか。終始笑顔であふれる一日だったようです。試合中ボールを受けようとしてラケットを振ったところ、手からラケットが抜けてしまい、ボールボーイめがけてラケットを投げてしまいました。ボールボーイには当たらなかったものの、万が一ラケットが飛んできたら怪我をする結果になるでしょう。ダブルスの試合でジョコビッチ選手がボールを打ち返そうと力いっぱいラケットで返したところ、前にいたフェデラー選手のお尻に直撃するアクシデントがありました。お互い笑って済みましたが、ボールが当たった瞬間のフェデラー選手の表情は何とも痛そうな表情をしていますね。女子テニスではありがちなことなのかもしれません。シャラポワ選手のスカートの中をカメラで撮ろうとして下から映していたところ、本人がそれに気づきました。カメラは途中でやめますが、シャラポワの表情は明らかに不機嫌そうです。これをやられて喜ぶ選手などいませんよね。2017年のマイアミオープン中にイグアナがコートに侵入して試合が中断されるハプニングがありました。このイグアナを捕まえるのにスタッフもかなりの苦労をしたとのことです。イグアナの大きさも意外と大きいサイズで、動きもかなり早い種類でした。イグアナとしても早くコートから出ていきたかったでしょうね。テニスにはネットセンサーで得点やペナルティの判断をすることがあります。ある試合ではネットセンサーの誤作動でポイントについて審判と選手が揉めるトラブルがありました。機械の判断の方が正しく判定できるとはいえ、このような誤作動などのことを考えると、全ての判定を機械に任せるのはまだ先になるのかもしれませんね。サッカーの授賞式で選手が表彰されるとき、国歌が流れると誰もが思っていたはずです。選手たちもそれを分かっていたので国歌を口ずさむ準備をしていました。しかしいざ音楽が流れたと思ったら、なんだか妙な音が流れたのです。その音があまりにも心構えと違っていた選手たちは思わず笑ってしまいました。大事な場面でのハプニングでしたが、笑いが出たことでスタッフは救われたことでしょう。サッカーの試合中、一人の選手は審判の目を自分の方に向かせた瞬間に、相手選手の肘がほんのスレスレに当たっただけなのに大げさにアクションして相当の打撃を受けたように地面に倒れて転げ回って審判にアピールしたのです。これには相手選手も呆れて思わず笑ってしまいました。ファウルを取ってもらいたかったとしても、さすがにこのアピールの仕方はやりすぎたようですね。サッカーの試合で選手への指導に熱くなっている監督が一休みしようとそばに置いてあったクーラーボックスに腰掛けた瞬間、監督は驚いて慌てて立ち上がりました。監督が腰掛けたそこには熱いコーヒーが置いてあったのです。その熱さに驚いた監督はきっといきなりお尻が熱くて驚いたことでしょう。やり場のない怒りのため監督は残った紙コップを蹴り上げていました。MLB の試合中、カメラが観客席を映してみたところ、観客の女性たちはみんな試合を見ないで写真ばかり撮っています。一人で自撮りをしている女性や友達とツーショットを撮る女性たちなどがいるのですが、どの女性もみんな携帯のカメラに向かって可愛らしい写りのための顔を作っているのです。それを見て実況席の男性たちは笑いが止まらず、試合どころではなくなってしまいました。車で走っていると歩道にローラースケートを履いた男性がいました。車からのカメラや視線に気づいた男性はその場で妙なダンスを踊り出したのです。ステップを踏んだり回転したり、その踊りがとても上手だったので車からはその男性に拍手が送られました。この男性がここで何をしているのかは分かりませんでしたが、一体何者だったのでしょうか。試合後に選手たちが集まった時に、一人の選手が自分のチームメイトにハイタッチしようとしたところ、相手が気づかずにハイタッチしようとした手が手持ち無沙汰になってしまいました。仕方なく彼はその手でチームメイトの頭を撫でています。時にはこんなこともあるので仕方ないですよね。次こそは華麗なタッチを期待します。マイケル・ジョーダンにインタビューをしようとしたレポーターが、ジョーダンの隣にいた奥さんのことを間違えてジョーダンのお母さんと言ってしまうハプニングが。しかし混雑していたため当人はよく分かっていないようでした。ジョーダンもあまりピンとこなかったようで、これが全盛期の頃の彼だったとしたら
考えてみるだけで恐ろしいことです。街角インタビューのコーナーでインタビュアーが一人の男性にインタビューしていました。その長身の男性は実は NBA のスーパースターであるクレイ・トンプソン選手だったのです。インタビュアーは彼を一般人だと思ってインタビューしたのですが、彼もそのインタビューに一般人として答えていたので、後々その放送は記念すべきレアな放送になりました。ゴルフコースの隣の家に住んでいる住人にはとても悪い趣味があります。ゴルフボールがコースから飛んでくると、毎回ゴルフボールが頭に当たって庭に倒れたふりをするのです。ゴルフボールを打った人はその様子を見てびっくりするのですが、その様子を家から見て大笑いしている別の住人がいます。最終的に嘘だとは分かりますが、いたずらとはいえあまりにも悪意がありすぎると思いませんか？バスケットのスター選手のボーブルは母校である高校を訪れました。高校生のファンたちは彼に愛情を込めてわざと変なものにサインをもらっています。その中にはアイスの蓋にサインをもらっている生徒もいたのですが、ボーブルは嫌な顔もせずに気さくにサインをしていました。これでまたボーブルの人気は上がっていくのでしょう。クリケットの試合でバッターの打ったボールを取ろうとした内野手がうっかりボールを取れず、その後に続いた外野手もボールを取れず、まるでわざとかのようにボールを取れないミスが続いて、コメディ映画のような試合でした。もちろん選手たちは真剣そのものです。野球の試合で内野手も外野手も申し合わせたようにエラーの連続を出します。最終的にキャッチャーにボールを送ったはずが、キャッチャーまでボールを取り損ねてしまい、結局この試合は相手チームのサヨナラ勝ちとなりました。後から見るとこの連続のエラーは珍プレーとして見られますが、試合当時の選手たちは相当にがっくりきたことでしょうね。 100m ハードル競争のレースで一番左の黒人の選手は1位を狙ってやる気にみなぎっていました。そしてレースがスタートしたかと思ったら、彼はいきなり一番最初のハードルを飛び損ねて転び一回転してしまいます。その隙に他の選手たちはどんどんと先に行ってしまい、最終的に彼はレースの最下位となってしまったのです。次こそは彼が華麗にハードルを飛び越える姿を見たいですね。テニスの試合中、ラリーが終わり次のサーブを待とうと、ジョコビッチ選手が手元のボールをコートの外に出すつもりで打ったところ、その打球が偶然審判の喉元に命中してしまいました。審判はそのままその場で倒れ込んでしまい、ジョコビッチもすぐに彼女に駆け寄ってその様子を心配しましたが、かなりの重傷だったようです。偶然とはいえ運の悪い事故が起こることもあるのです。モトクロスレースの表彰式で表彰台に立った選手たちが祝杯のシャンパンを開けました。その時一緒にいたレースクイーンたちに目をつけた選手たちは、レースクイーンのスカートの中にシャンパンをかけたり、胸元にシャンパンを注いだりして喜んでいます。勝利の美酒とはいえど、ちょっと品のなさも見えてしまった瞬間でした。レースクイーンの女性たちは運が悪かったとしか言えません。スタジアムキャンプのステージにはたくさんの人が立っていました。そこにまだ幼い子供が寄ってきてステージに登ろうとしたところ、足を踏み外してその場で転んでしまいます。その後泣かなかった強い子ではありましたが、なぜそこにいた大人たちは誰も手を差し伸べなかったのでしょうか。室内陸上 400m 走でもうすぐ選手たちがゴールするという時に、ゴールのテープを貼ろうとしていた女性スタッフがテープから手を離してしまい、それを拾いに行っている最中に選手たちがゴールしてしまいました。ちょうどゴールの場所で女性スタッフが選手たちに巻き込まれてしまい、ゴールの順番がめちゃくちゃになるという最悪の結果となったのです。この場合着順はどうなるのでしょう。カーレース中、まさかのカンガルーがレースの中に紛れ込んでしまっています。一体なぜどこから紛れたのかはわからないですが、このままだとカンガルーを巻き込んで大事故につながる恐れが。しかし不思議と走っているレースカーたちはカンガルーとぶつかることなく、ギリギリカンガルーはそのままレースの外に逃げていけました。これはほとんど奇跡と言えるでしょう。フィギュアスケートの大会でペアを組んだ2人はどちらも過去の大会で優秀な結果を出したプロのフィギュアスケーターです。しかしこの大会のペアの演技ではミスが目立ち、大きく派手に転んでしまいました。その後の2人の間には気まずい空気が流れていましたが、この大会の後2人は引退したということです。最後の大会が後味の悪い結果となってしまいましたが、
これがプロの世界の厳しさなのかもしれません。バイクレースで2台のバイクが壮絶な喧嘩を起こしていました。走りながらお互いを妨害していたところ、そのままレースから外れてしまい、2人ともバイクを降りてしまいます。すると降りた後も2人の喧嘩は続いていて、お互いに殴ったり突き飛ばしたりしていました。一体この2人に何があったのでしょうか。こんなわだかまりはレースで決着をつけることはできないのでしょうか。野球の試合の観戦中、観客席にスタッフの女性がお菓子を運んできました。そこにいた子供が手を伸ばしてお菓子をもらおうとするのですが、女性のあまりにもセクシーな胸元に視線が釘付けになってしまいます。セクシーな女性が好きなことに年齢は関係ないようですね。テニスの試合でシャラポワ選手の休憩中、その姿を映していたカメラが彼女の足元からスカートの中を撮ろうと試みました。それに気づいたシャラポワ選手は無言で静止しましたが、その行為にはほとほと呆れたことだと思われます。サッカーの試合でボールがゴールに入りそうになったところを、キーパーとディフェンダーがお互いにゴールを守りました。その後ボールを場外に出すことができたディフェンダーは、そのままの勢いでキーパーのところへと駆け寄り、2人は力強く抱き合います。試合中の選手の熱いテンションがうかがえる瞬間ではないでしょうか。スポーツは私たちの身近なものだからこそ、思いがけないような珍しい瞬間がいつでも起こる可能性があるのです。このチャンネルでは今回ご紹介した映像以外にも、もっとたくさんの珍しい瞬間をご用意していきますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちくださいね。